応援してくださってる家族も含めてもうファンの方々にとか本当に申し訳なくて、普通に僕まだ全然まだまだ一般人なんですけど、でもそれともこうやっていろんな方々が応援してくださってるのを見て、なんかすごく期待に絶対に応えたくて、本当に本当に大事なことを教わったし、大事なことっていうか自分の魂なんていうか心のもっともっと大事な部分を教わりましたし、おかげさまで。だからこそもう泣きません。誰にも負けたくないし、勝ってもっと皆さんにやっぱ期待に応えたいという気持ちばっかりが先走っていて、もっともっとなんか稲垣さんのスタッフさんのメンバーの期待に応えられるまで、まだまだ自分が未熟でした。絶対になんとだってチャレンジしますし、絶対に夢を叶えます。だからもっともっと頑張って、もっともっと努力して、絶対に対等な立場になってしっかりお話できるように頑張るんで、だから皆さんまたステージの上で会いましょう。自分自身ももっともっと精進します。約束です。だから本当にこれからもお願いします。一度きりの My life's going on